相手は競ってきません。ファンダイクアドバンテージを見ています。イーグルスコアボールの強みですからね。スッとあったら大きいですよ。さあ、そして最後のゲームキャプテン岩井です。これは値千金、後半41分のトライ。前半の最後ベルブリッツのボールをしっかりディフェンスしてからの今度は自分たちが取り返したボールになりますので、そうですね、まずジャンパーが降りる前にベルブリッツディフェンス入ってしまったので、はい、アドバンテージをもらいながらのボールアタックになりましたね。さあ後半早々にトライを取ってきました。両チーム通じて最初のトライです。イーグルスにとってもですね、まあ、ゲーム構造をひっくり返したのは非常に大きいですね。つまりキックオフレシーブからトライまで持っていったというところは非常にこう価値のあるスコアになりますね。リーグワンチャンネルをご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。これからも楽しんでいただける動画をアップしていきますね。